にちは、かくすけです。ブロックフット続きをやっていきます。前回チャレンジでね、簡単なチャレンジはクリアしましたって言われましたね。これからちょっと難しいチャレンジに入っていきます。難しいまでは私はいけないんじゃないかなと。あ、ここら辺はまた簡単とかに戻ってくるんだね。とりあえず順番にやっていこう。ちょっと難しいですね。チャレンジモードやっていきましょう。いけるかな。今まで結構ゴリ押しだったからな。はい、5、石油の代償。はい、ナンバー5へようこそ。はい、このチャレンジをクリアするためには特定の資源の生産を抑えることも必要になります。特定のエネルギー源には対処が必要な副産物がついてきます。このチャレンジでは電気を1000以上蓄え、病気を100以下に抑えてください。はい、病気を、まあ、石油の代償ってことで石油を使ったら病気が増えるっていうことかな。あー、これね、石油発電機を使うと病気が増えると。でも電気がすっごい上がると。今回の電気のため方は石油発電しかできないんだね。それは厳しいな。ほいほい。で、その分病気を減らすと。クリニックで減らさないといけないってことだね。なるほどね。 OK です。石油はまだとりあえずいいとして、データを表示して、まずは水とかを手に入れるでしょう。電気を手に入れるでしょう。 OK。 あ、どうしようどうしよう。地下水を使って水を生み出す。まずは地下水を作りたいよね。そのためにとりあえず水を作ってスプリンクラーで地下水を生み出すって感じだよね。あ、こうかこうか。はい、水を生み出して、地下水も生み出そうと思ったけど電気がないと。電気がないから発電機を必ず使わない、作らないといけないんだね。ひとまずは油田作っちゃう。ちょっと待てよ、先に地下水を作れないんだ。そうだそうだ、何を言ってるんだ私は。オイルタンクは、あ、石油でお金を作ることもできるんだね。へー、では油田作るしかないのか。はい、油田作りまして、で石油にで電気を作ると。でも病気が増えると。そういうことね。で、地下水保水から電気を生み出したもので、私はスプリンクラーを作る。電気、電気、うん、来たね電気。で、スプリンクラーを生み出します。はい、これでどうなる。お金は順調に減ってる。で、オイルタンクを増やす。で、地下水を作ったから、ここら辺のブナの木とかを作れるようになるんだよね。地下水は 0.10 ずつしか増えないから、新鮮な空気を生み出すニレの木を植えようかな。よし。病気が増えちゃってる。労働力、知識、プラスチックもいるの？労働力を生み出すアパートメントを、支えのある廊下とか作れないんだね。と、小さなアパートメントを作るでしょ。で、労働力を作って、知識プラスチック、知識プラスチック、
病気を100以下に抑えるんだっけ。まずいぞ、それだったら。知識は学校、若者が必要、レジャーが足りない。うわ大変だぞこれ。レジャーを生み出すために芝生を置くでしょ。でレジャー2つぐらい必要でしょ。そしたら水がまだ足りるか。まだ足りるなら広いアパートメントを作りたい。レジャーができるのを待つ。で地下水が足りない。今回地下水を貯められるのはこれしかないから、からお鹿ちゃんこんにちは。広いアパートメントを作って若者を作る。はい。でもこれだけじゃ足りないんだよね。もう一つ作って、そしたらレジャーがまた足りなくなるんだよね。はい、レジャーを追加で入れて、新鮮な空気も足りないから、ニレの木をまた置くと。うん。で、地下水が足りない。まあ、電気はね、結構いっぱい生み出してくれてるから、多分、まだ大丈夫なんだけど、早く病院を作らないといけないんだけど、病院のために、今は若者を増やして、知識は図書館でもいいか。まあでも学校、こうせっかく若者作ったし、うん、学校でいいや。はい。でも若者が減り気味だよね、そうなったら。だから、追加で、こんな、行き当たりばったりでいいのかな。水が足りなくなるでしょ。行き当たりばったりだな、ほんとに。で、プラスチックも必要だから、プラスチック工場を作らないといけない。うん。はい。石油と労働力が足りなくなった。無理やりだー。これはうまくいかない気がする。新鮮な空気が足りなくなった。工場労働者が来た。新鮮な空気を追加でブナの木を置いて地下水をまたさらに作ると。必要だよね、地下水のやつね。ね、もう一つ必要か。電気とか大丈夫かな。今のところ大丈夫だね。で、プラスチック工場ができたから、やっと病院が作れる。よしよしよし、そんなに必要なものは、種類は多いけど、量的には大丈夫。まあ、病気は逆に足りないのか。じゃあ、まあ、足りないのはとりあえずいいかな。労働力が地味に減っていってるから、アパートメントかな。で、電気を増やしていってるんだよね。病気が減ってるのはまあとりあえずはいいとして、ちょっと置いておこうかな。よし。病気が足りなくなっちゃったら、石油のあれを、石油発電を置こう。意外とうまくいってる気がするね、今回。ボロッボロになるかなって思ったけど、もう電気321も溜まってるしね。うんうん。ちょっと飛ばしていこうか。飛ばしていって、病気をどんどん減らしていく。
量がプラマイゼロだから下手したらね一瞬だけ足りなくなったりとかしそうだけど、うん、はーい、病気、まあ、病気の減りもそこまで早くないね。じゃあ大丈夫じゃないかな。そうか、 0.03 ぐらい、 0.1 ぐらいにプラスマイナスがなったらちょっと結構ガツガツ変わっていくけど、 0.0 なんとかぐらいだったらそんなに増えたり減ったりとかはしないのかな、どうやら。うん、となったらもう順調じゃないかね。電気は 0.58 も上がってるし、消費者がいっぱいいるけど、まあいいかな。うん、まあ角の店とか作ったらお金も結構早く手に入るかなっていうくらいで、うん、大丈夫。うん、むしろこれ立てちゃっていい気もするけどね、電気を生み出すのを早くするために。あ、でも病気が4も増えるからね、それはちょっと危険だから、とりあえずこのまま増やしていこうかな。よしよし、今回は順調でございますね。ちょっと難しいになったけど、これくらいなら、まあ、一応増やさないといけないだけじゃなく減らすことも考えましょうっていうだけでちょっと難しいになったのかな、多分。でもやっぱりね、こういうリスクがあるものって言ったら、こんな風にいっぱい電気が得られたり、リスクを伴うものは得られるものも大きいっていうことでしょうね、多分。自然だけでやっていくのが一番平和で温かい感じなんだけど、それだけだったら時間がかかるっていう感じかな。私はのんびり屋なんでね、別に時間かけてでもいいんだけどね。でもせっかくだからね、共生を目指したいよね。よし、そんなこんなで電気がもうほぼたまりましたね。オッケー、クリアです。これでより健康的に石油を扱うことができます。次のチャレンジ進んでください。はい、お腹いっぱい、抑えることも必要。一部の製品は長い期間保存することができません。へえ、手早く売ったり活用したりすることで在庫を管理する方法を学んでください。へえ、パンを200以上蓄え、小麦を50以下に抑えてください。はーい。へえ、パンを使うのはちょっと初めてですね。ちょっとワクワクする。今回作れるのはここら辺、バイオマスジェネレーターなんてあるんだね。あ、藻で電気を作るんだ。で、パン屋さんですね。カフェがありますね。アパートメント、うんうんうん、オフィス、マーケット。マーケットは大変なんだよね。よし、こんなもんですね。確認することは。小麦畑は、あ、これか。うん、地下水、労働力、肥料ね。よし、それではまずは給水塔と風力かな。そう、とりあえずはソーラーでやって、うん、で、地下水を生み出さないといけないんだけど、電気がないんだよね今多分。うん、電気を生み出さなければならないですね。電気、電気、藻で作るんだ、電気。藻類ファーム、雑排水が必要だね。うん、編集じゃなくて、これの必要な材料を確認するっていうのあったような気がするんだけど、あ、これか、これか。あ、崩壊、あ、違う、これどうやって見るんだったっけな。電気が欲しい、電気じゃなくて、あ、電気はもう生み出してるじゃん。何言ってるんだ私は。スプリンクラーを置いて、で、地下水を作って、トネリコの木とか、ニレの木とかで、地下水、地下水。
下水は2生み出すんだね。じゃあ2例の木だね、やっぱ。よし、うん、2だもんな2だと結構足りないんだよね、あんまり。んで、とりあえずはアパートメント置くでしょ。新鮮な空気とレジャーが必要。新鮮な空気とレジャーは生み出してる。とりあえず町だったんだね。で、小さなアパートメントを置いて、電気が足りなくなった。これだとソーラーパネルがちょっとね、電気そんな生み出さないからね。で、とりあえずはお金を貯めたいんだよね。労働力をこれで呼んで、マーケットかオフィス、カフェ、パン屋。どうしよう。小麦。難しいな。知識、若者。知識、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 知識貯められるものがあんまりないね。雑排水、雑排水、プランター。雑排水を呼び出すのは、アパートメントとかか。これ作りたいな。排水が足りないな。アパートメント。若者は、今回そんな学校とかないんだよね。知識ここで必要に。知識？知識ってどこで呼び出すんだ今回。知識？知識呼び出すものなんてないんじゃない今回。ね、ね、だよね。ダメじゃないか。オフィスは置けないな。あ、カフェで、いや違うな。お金が減ってってるよ。野菜、魚、レジャー。作らないといけないから小麦、肥料が足りないんだね。肥料はあ、バイオマスジェネレーターで作るんだね。じゃあもうこれで生み出して、やっと、とりあえず雑排水を作るために今回は家を建てるっていう感じかな。レジャー、お金、雑排水が足りなくって、レジャーと電気が足りないんだね。レジャーと電気、レジャーはとりあえず芝生で増やして、排水、地下水、電気、水。地下水はこれでやって、電気をそろそろこれで、まだお金を稼ぐ先がないんだけどね。で、雑排水が減っちゃうから、ここにアパートメントを建てて、大きな、労働力の方がいい。もう一個作って、新鮮な空気が足りなくなったから、この辺置いて。まずいな、マイナスだよな。ない、これを消して、やっぱこっちにしよう。で、バイオマスジェ、モルイファームはあって、有機性廃棄物でバイオガスと肥料を生み出せるんだね。うん、で、かゆいかゆい。で、地下水を生み出して、お金を生み出したい。お金を生み出したいけど、お金を生み出したいけどきつい。お金、そのために、小麦畑は肥料、今生み出したでしょ。 OK。 小麦を作って、で、パン屋さんは小麦が6必要だから3つ以
いるんだよ。3つ置いたらこれは地下水を必要とするからスプリンクラーをやっぱ置かなくてはいけなくて、ちょっと待てよ、お金がどんどん減ってってるから早くなんとかしないと。で、パンを生み出すまではとりあえず、小麦を6にしないといけない。適正廃棄物はまあとりあえずいいかなっていうところで、小麦が7になった。パン屋を作って、パン屋さんを作って、でカフェも作らないといけない。カフェ。パンは4。よし、有機性廃棄物が足りないよ。有機性廃棄物が足りないから、これをわざわざ作るっていうのもすごいよね。消費者が欲しいね。消費者はまあアパートでいっぱいいけるから、よし、これでやっとカフェを作ってお金が増えるようになったよ。で、電気は、お金はまあまあ増えてるから、まあ、電気、場所はいっぱいあるからソーラーパネルでいいでしょ。で、新鮮な空気が必要だから、まあ、ニレの木にしておこう。よし、で、地下水がちょっと減っちゃってるから、スプリンクラーにして、で、電気が足りなくなったから、電気を呼んで、この相乗効果っていうのもいっぱい気にしないといけないのかな、これから。うん、パンは売ってる。バイオマスジェネレーター作ろうか。うん、物が足りなくなったね。で、これをやったら雑貨水が足りなくなるのかな、次。うん、だね。ちょっと失敗したかもしれない。藻がちょっとずつ減ってるんだね。雑貨水はやっぱ小さなアパートメントだよな。うん、あ、でも結構ブロックが広くなったからそれは助かりますね。藻が足りない。雑排水をいっぱい呼び出すのは広いアパートメントなんだけど、まあいいかな。で、藻をいっぱい作って、でも雑排水が足りないと広いアパートメント作るか。あ、後ろが反対側に作っちゃったけど、まあ大丈夫でしょう。レジャーが足りない。レジャーはこれでいけるんだよね。うん、で、新鮮な空気が足りなくなったから、あー、ニレの木。うん、もう一個で、雑排水、地下水ともに減ってってる。うん、地下水を作って、地下水作って、いやー、水が全体的に足りませんな。雑排水を作ると、うん、うん、はい、作ったよ。これでも足りない。 0.04 減ってってるね。 0.04 なら大丈夫じゃない、まだとりあえずは。よし、パンもちょっとずつ増えてってるね。 0.04 じゃやっぱダメか。よいしょ、仕方ないな、小さなアパートメント大量だよ。で、新鮮な空気を生み出して、うん、シカちゃん来ないかな。よし、あ、ミートカッター好き嫌い、あ、有機性廃棄物とか嫌いなんだね。うんうん、卵が欲しい。なんと贅沢な。あー、有機性廃棄物使いたいね、なんとか。有機性廃棄物はインプットで、これか、バイオガスと肥料を生み出すやつ作っとこうか。
あの子が嫌がるから。また小麦畑を3つ作ってパイオニアを 1個作りたいけど、きついかな。地下水、労働力、労働力は多分大量にあるんだよね。ね、地下水、肥料、地下水がそんなにないんだよね。地下水を生み出す術がほとんどないからね。スプリンクラーしかないから苦しいんだよね。小麦を、とりあえずやってみるか。小麦、そうかそうか、相乗効果でいっぱい作られちゃうかな、間違って。パン屋さん、はい。こうすると、消費者とか労働力は減ってない、大丈夫だね。小麦はやたらと増えすぎてたりはしないね。うん。で、地下水が足りないから、またこれを置くと。うん。これで安定かな。よし。小麦が増えすぎちゃダメなんだよね、確か。小麦、51か。あ、肩、肩、小麦小麦増えすぎ。じゃあ一旦潰そう。マイナス2にして、小麦を50以下に抑えるか何かだったかな。 0.02 でちょこっとずつ減っていきます。大丈夫でしょう。うん、たまに肩になってるけど、まあ大丈夫。ちょっとずつ減ってるはずだから、うん、大丈夫大丈夫。ちょいちょい50増える、50越すけど、よしよし、安定した。これでいけますね。 OK、 結構いい調子だよ。はい、クリアです。チャレンジナンバー6を完了しました。ということで、まあ時間がいっぱいだけど、とりあえず次へ押していきましょう。よし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 、順調です。では今回はここで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。